戦や。ソルジャーズソウル。一丁やってやるぜ。さあ、どの戦い極北でも、あなたは負けることはない。私は信じています。北欧。仲間たちと別れ、ワルハラ級を目指すセイントたち。不気味な森を通りかかったセイヤはマリンのコスモを感じ取る。マリンを探して森をさまようセイヤの前に現れたのは、アスガルド一の頭脳と謳われたゴッドウォーリア、デルタ星メグレスのアルベリッヒだった。アルベリッヒ、マリンさんをどこにやった？マリン、さっき俺が片付けた女のことか。なんだって？あれを見ろ、セイラ。マリンさん、アルベリッヒ、貴様。我々のことを嗅ぎ回っていたようだが、無駄だったな。あの紫水晶は人間の精気を吸い取る魔力を持っているのだ。マリンがいつまで耐えられるか、それが見ものだな。マリンさん、必ず助け出すからね。しばらくの辛抱だよ。行くぞ、アルベリッヒ。一つ教えておいてやろう。俺が死んだら、マリンは死ぬまであそこから出られないぞ。な、何？マリンを助けたかったら、俺にひざまずき、従うことを誓え。お前が持っているトールのオーディンサファイアを渡すのだ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。愚か者め、生きて帰れると思うなよ。ファイト。さあ、早くしろ。マリンが骸骨になっても構わない。マリンさん、おのれ。マリン、今は手向きろうとしても無駄なことだ。その中では自分の意志で死ぬこともできる。正義を全部吸い取られるのだな。マリンさん、セイヤ、構うんじゃないよ。俺はできない。マリンさんを見殺しにすることだ。マリンさん、俺の恩人であり師匠、かけがえのないものだ。俺はアテナのセイントだ。サオリさんを守って地上に迫った危機を回避しなければ。ゴーディンサファイアを渡して俺に服従するなら、マリンをあの中から出してやってもいいんだ。そのためには手段を渡そう。俺はゴッドウォーリアーだ。英雄、その名にかけてもアーフェクト。いいな。俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。さあ、いい加減に観念してオーディンサファイアを渡せ。マリンが死んでもいいのか。俺はアテナを守るセイントだ。マリンさん、マリンさんなら分かってくれるよね。ほう、アテナのセイントは味方を見殺しにするのか。黙れ。お前こそ命が惜しかったらマリンさんをあそこから出せ。己の愚かさを呪うんだな。お前が素直に従わないから
見てみろ、マリンが正気を吸い取られ始めたぞ。マリンさん、アメジストシールド、アルベリヒ。セイヤ、そこで正気をたっぷり吸い取られて骸骨になるがいい。ヒルダ様はニーベルンゲンリングをはめられたことで世界を支配するだけの最高の力を得た。だがオーディン・サファイアを7つ集めれば邪悪と化したヒルダ様さえ抹殺できる。バルムングの剣を手に入れられるのだ。バルムングの剣の力でこのアルベレッヒ様が世界に君臨するのだ。マリンさん、セイヤ、キグマスの氷河か。ようこそセイントの墓場に。俺が死んだらあの二人はドクロになるまであの紫水晶の中から永久に出られないのだが。なんだと。俺の力によってしか二人をあそこから出すことはできない。ヒョウガ、君はどう出る。男の勝負に言葉は不要。愚か者め。はいと。お前を殺した。セイヤたちはあの中で死んでしまうというのか。この俺にハーゲンとオーディン・サファイアを差し出して復讐を誓うなら出してやってもいい。バカなことを言うな。いいのか。お前たちを殺そうとしているのだぞ。仲間を見殺しにするのならかかってこい。今日が奴のオーディン・サファイアを手に入れなければ俺たちに耐えられた時間は容赦なすぎている。沙織さんの苦しみを奴は激しくなっているはずだ。セイヤたち、どうなっても構わんのか。黙れ黙れ。クモがお前の剣にネチャーユニティ。大自然の精霊たちよ、奴を生贄として捧げる。好きにするがいい。とどめだ氷河。英雄ミナ、クールに徹して敵を撃つ。同票がいくら集まってもセイントには無力。氷河よ、我がアルベレヒ家に代々伝わる脅威の技でお前を葬ってやる。ネイチャーユニティ。なんだこれは。バカな。キグナスのセイント、氷河よ、よく立ち上がった。だがこれで終わりだ。アメジストシールド。シリュウ。氷河、あとは俺に任せろ。お前がシリュウか。五老法の老師の弟子の。どうしてそれを。私の六代前の先祖アルベリッヒ十三世の回顧録によれば、お前の師である老師とアルベリッヒ十三世がその昔相対したことがあるのだ。そういえば老師はそのようなことを。その時は惜しくも敗れたというが、今日はこの俺が勝利を収めてやる。それはどうかな。このシリュウ、全力でお前を倒す。愚か者め、生きて帰れると思うなよ。はいと、イカさん。お前もオーディン・サファイアを持っている。
それを渡してもらおう。確かに。フェンリルのオーリンサファイアを持っていたサンプラットでは、ティンガーさんだ。アンダーを守るために大切なものだ。断じてお前に渡すわけにはいかない。おのれ、イガさん。オーディンサファイアは、少なくともこのアルベリヒ様がいただく。イガさん、ネイチャー、ユニカさん、フェンリル、そして私、これで私に4つ手に入れることができる。アメテストシールド。おのれ、イガさん、大自然の精霊たちよ、シリュウをたっぷりと可愛がってやるがいい。森全体がアルベリヒの密偵者様を頼む。ロシが言っておられた、大自然の巨大になれば何者も恐れるに足らずと。シリュウ、アルベリヒ、新たな義務。みんな、この最強の剣と盾の前に敵はない。まだだ、まだ高みを目指せる。アルベリヒ、ヒルダは何者かに操られているのだ。何かと思えば、そんなことは百も承知よ。何？バルムングの剣を手に入れ、ヒルダに代わってこのアルベリッヒ様が地上を支配するのだ。本来、命を懸けても守らなければならないヒルダを倒そうなどと、お前などにバルムングの剣を渡してたまるか。自らクロスを脱ぎ捨てるとは、潔く敗北を認めたようだな。人思いに聖夜の墓標の隣で眠れ、アメジストシールド。アルベリッシュ、破れたい。何？ネイチャーユニティとアメジストシールド、2つの技は同時には打てまい。わざと盾を外せば、お前はアメジストシールドを打ってくる。その一瞬に俺は全てをかけたんだ。くそ、この俺を測るとは。アルベリヒは？セイヤ。マリーさん、マリーさん、一緒に行こう。マリーさんを置いていくわけにはいかないよ。セイヤ、いつまで子供のようなこと言ってるんだよ。さあ、早くお行き。マリーさん、わかったよ。ヒョウガ、シリュウがアルベリッヒを倒してくれた。オーディン・サファイアもこれで4つになった。シリュウが、それでシリュウは、後から必ず追いつくから先に行けと。シリュウ、